外装の方紹介していきたいと思います。こちらのお車オールペイント車になりますので、外装自体はかなり綺麗なものとなっております。ちょっと動画では分かりづらいんですけど、ラメが入った黒色になっております。この辺のモールの部分は少し劣化しちゃってるので、ちょっとケバケバしてる形になっております。屋根は全体的にへこみもなく綺麗です。ホイールは、前後ともホンダ純正のホイールに、難関の、タイヤがついております。車外のマフラーが入っております。かなりワイドボディなお車です。トランクルームはこんな形になっております。トランクルームのダンパー自体は、まだ全然生きております。こちら側のサイドステップの部分ですね、ちょっと外れかかっちゃってます。こっちの方のモールも、劣化して、ケバケバになっちゃっております。窓ガラス自体は、ひびなどもございません。ここですね、ちょっと塗装が剥がれちゃっております。ヘッドライトは両側とも綺麗な状態です。こちらも塗装が剥げております。あと動画ではちょっと見づらいんですけど、ここに少し、亀裂のようなものが、こっちとこっちですね、塗装の割れが、ちょっと目立つ形になっております。こちらにも、線傷ですね、ちょっと入っちゃってます。ここもちょっと塗装が剥がれちゃっております。この辺もちょっと擦っちゃってる跡があります。全体的には程度そこそこの、シビック EP3 だと思います。